トツカヨットスクール事件は、1983年までに愛知県北郡美浜町のヨットスクール、トツカヨットスクール内で発生。発覚して社会問題に発展した一連の事件。トツカヒロシにより設立されたトツカヨットスクールは、当初はトツカヒロシジュニアヨットスクールの名称で、ヨットの技術を教える教室だった。その後飛行や情緒障害等に、 突火の指導は効果があるとマスコミで報じられたことで親元からスクールに預けられる生徒が増加し指導内容をヨットの技術要請から飛行や情緒障害の構成へと切り替えた当初は教育界のカリスマとしてマスコミは好意的に取り上げていたが後に事件が発覚した2名の死亡事件が発生した直後に 同事件を題材としたスパルタの海がノンフィクション小説として中日新聞、東京新聞に掲載され映画版も制作された。一般児童、青少年向けのヨットスクール、都塚ヨットスクールにおいて訓練生の死亡、障害致死、行方不明といった事件が1980年代を通じてマスコミに取り上げられ、スクールの方針が 教育的な体罰というより過酷な暴行だったことが司法判断によって確定した。当時13歳だった少年の母親は週刊現代の実名インタビューで出所後も証拠や謝罪は一切なかった。再犯が懸念されるという胸のコメントをしている。また、1982年にフェリーから海に飛び込んだとされて行方不明となっている少年の父親は同じく 実名で、息子が、本当に船から海に飛び込んだのかどうか、未だに分かっていない。本当は突き落とされたのではないか、とコメントしている。一連の事件は、日本において、大罰の是非を問う討論等で、たびたび参考として出され、また、個人の教育論の展開のために、引き合いに出されている。第一進行訴訟上告審判決一覧。ありがとうございます。